やばい。喧嘩がやばい。喧嘩っつうかもう一方的。パンちゃんがスーちゃんを。本当ね。まあ、猫社会に人間が加わっちゃいけないいけないっていつも思ってはいるんですけどね、その喧嘩とかさ。もう、結構頻繁にある最近。やっぱ、縄張り的なもんなのか、なんか、あれかなと思ったり。なんかね、もう、うわーって猫の声が聞こえるんですよ。もう、うわー、これスーちゃんの声やな。もうスーちゃんがもう、なんていうの、逃げようと、こう、いろんなとこに逃げるんですけど、捕まるんです。もう追い込まれる、もう壁のとこまで。ぐわ、でもぐわーって言ったらもう俺もバタバタでバーッとさ、すぐには行かないと見るんですよ、一回。見てる間にやめようかなと思ったらもうやめないんですよ。もう完全的にもうパンちゃんがもう一方的に追い込んでいくんですよ。もう壁とかも穴とかも。逃げようほんに。うわーっていうっしょ。あ、もうこれやばいなと思って、もうブワーッとパンツ開いて、バーッと外出て行って、もう俺が出ていくと、バーッと散るんですよね。いや、まあ本当はその力を見せつけて上下関係とか、なんか縄張りとかなんかそういうのがあって、間に入っちゃダメなんだろう。と思うんですけどね。ついつも体がもう動いちゃうね。もうなんか止めなきゃなって、もうなんかね、思っちゃうんです。冷たい。なんか氷が斜めに入ってて、氷がなんかこう、一つのとこにこう固まって、上の方は全然できてないみたいなこと。で、ビビちゃんって子ね、ハワイのビビちゃん2のね、でもこのハワイのビビちゃん2の、このビビちゃんは、最初もう目が合うだけでもう逃げていったんです。もうパッとあった、パーッと。で、少しずつ、もうガリガリでしょ。もう超ガリガリなんですよ。ガリガリで、もうお腹もぎっすりだし、で、足とか引きずって、何が理由かわかんないけども、少なくとも動物の喧嘩ならいいけど、なんかこう、人間が関わってたら嫌だなって思うよね。とかね、なんつうの。通れた、なんか要はここはもう通り道みたいになってたんですね、来た時からずっと。だから顔は知ってたんですけど、そんな全然来る感じはもう、ほら、スーちゃんね、ゾンちゃんがいたから、ゾンちゃんがいた時も誰も寄りつかなかったの。誰も、あいつの気迫なのか、確かにこう凶暴なとこあった、切れると。でも臭かったんです、すっげえ。だから臭いのがみんな嫌だったのかなと思う。あれ、本当不思議でね、ゾンちゃんいるときは、誰も怖かったね。みんな避けてた。でね、そのビビちゃんに、少しご飯をあげて、パッと逃げたら食べに来るみたいな。遠くにポンと置いて。少しずつ距離を詰めていったんですよ。そしたらもう俺のことを認識して、たまにシャーって言うけども、近づいてきてくれて、もう普通に入ってきて、もう目の前でコロンってしたりするようになったの。そこまで来たの。ただ触れないですから、怖くて。だからうちわとかの先端でよしよしよしってしながらちょっと慣れてはいくんです。それでやっててもたまにシャーって来るから怖いんですよ。
怖いから触れないんですけど、目をこう、怪我して、怪我してるのか、なんか病気なのか、最近なんかね、ウイルスかわかんないけども、怪我してるから、あれちょっとこのお薬ある、目のお薬があるんで、それをお薬をさせてあげたいんですね。だから今ちょっとずつ距離詰めて、今、うちわで触れるようになったんで、今度失礼、グローブして、ちょっと厚手のグローブして触って、その子の性格がまだわかんないからね、この、どれぐらいの触り方で怒るのかなとかさ、どこを触ると怒るのかなって、嫌なところがあるんじゃないですか。そういうのを探りながら、ちょっとこう、まず次は、うちわで触ってんのを、次はこう、グローブして、こう、触る。っていうとこまで持っていって、目薬してあげようと思うんですよね。で、ちょっとあまりにもガリガリすぎてね。今、だから集中的にご飯あげてんのは、スーちゃん、ビビちゃん、あと、赤ん坊がいるだろう、お腹がある、黒い、名前はつけてないけども、その子ね。まあ、食べに来たら、まあ、食べには来てるんですけどね。みんな食べに行ったら、お家に帰って、お家か縄張りかわかんないけど、帰っちゃうのね。どこであるんでしょうね、そういう住みかというか、生まれた場所なのか、まあ、誰かが飼ってるのかもしれないしね。だ唯一いるのはスーちゃんです。もうスーちゃんもこの家にいる。家の中じゃないけど、外に。もう、ここがもうなんか住みかみたいになってるね。もうどこにも行かない、スーちゃんは。今はね。もうここがもう、彼のもう住みかになってる。朝も夜も昼もずっといるね。まあ、そのうち大きくなって、ね、どっかに子作りに行くのか、まあ、それは私にはわからないが、それはそれをね、本能で動いて、彼の命がね、尽きるまでね、まあ、見届きたいけども、どうなるかわかんないよ、でも本当ね、嬉しかったのは、ビビちゃんをうちわでされたことが嬉しかった。俺ね、昨日ぐらいから企んでたの、少しずつうちわでやってたけど、すっごい切れるの。で、たまに近づくじゃない。これぐらいの距離まで来て、ビビちゃんってこうやると、って言うんですよ。もうこの辺、怖いでしょ。この辺で言うんですよ。この辺で言うから、はーって言うと、いきなり飛びかかってきそうな勢いじゃないの。こう目がこんなんだから。だから、まだ俺も怖いから、うちわで触るのももう何気に怖いんですよ。もうこの距離がもう手じゃないですか。だからそこまでこう手が来そうな気もするからね。怖いんですけども、ちゃんとこう、会いに来てくれるしね。ご飯食べに来てくれるし。距離は縮まってるなっていう感じはね、するよ、日々、進歩がある。だもう目薬さして治してあげたい、あの目をね。目薬があるからやるんですよね。猫用ですね。犬用が猫用が、まあ猫用だと。ちょっと残ってるでしょ。これに、お水を入れて、ちょっと薄くして、飲めば、水も酒だと思って飲めば、酒みたいに。酒でも水でも冷たかったなんかいいね、この暑さだとね、今34.0度。まあ、今、大した、暑いけどね、全然もう大したことないね。心地いいぐらいですよ。あったかい。この暑さに、この冷たい飲み物がなんかこう、染み渡るっつうのね。でもあいつらに飯食わしてたらスーちゃんがちょっとわがままちゃんになってきたなだなあ
朝、なんだったっけ、朝ね、銀のスプーン、いただき物のやつ、銀のスプーンの子猫用みたいなやつ、それをね、バサッと食べさせるんですよ。ほら、一晩食べないでしょ、今から。ずーっと3時ぐらいから朝まで、まあ、どっかで食べるかもしんないけども、そんな食べてないと思うんですよ。だから、すごいお腹空かしてるんだろうなと思うから、朝はたくさん食べさせるんですけど、ほら、子猫っていうのもあるしね。で、たくさん食べさせるけども、それに味を占めたのはね、なんかね、昼間ずっとね、それ飯食ったら寝るでしょ。寝るんですよ。で、昼間も、まあ、ずっと寝、まあ、寝てるけども、お昼ご飯にちょこっとなんか食べさせると、やっぱ飽きてんのあんま食べないね。夕方もね、なんか食べたいよっていう感じで顔は出すんですけど、なんかこう、ちゃんとしたカリカリを出すと、ぷいみたいな感じ。でもどっちにしても一晩飯がないわけじゃない。だから、お腹空かして、どっかの猫のね、どっかで猫のご飯を出してるその食べかけを食べに行くのか、ゴミを漁りに行ってもゴミの日じゃないから、ゴミはないから、食べ物がないわけよね。すっげえ薄くなったけども、冷たいからなんかもうあんま変わんないね。うまい。たいとこんなにうまいのか。さあ、氷作ろう。